I can show you the world. 愛の社長。見せてあげよう。見せてあげよう。見せてあげる。クドリア風景33ヶ月サブスクライバーズ。はい、ということで、昨日に引き続き、ムーンを始めていきます。ということで、まあ、昨日どこまで行ったかというと、ちょっと今ね、目薬さしたせいで、眼鏡が死ぬほど曇ってて、何もわかりません。はい、こんばんは。昨日どこまで行ったかと言いますと、パン屋がなんかどうにかなってたのを解決して、エレベーターどうにかして、まあ、その辺。で、新しいとこいろいろ見つけたって感じ。ですかね。いやー、アーカイブ見ましたか、皆さん。まあ、見る時間すらも用意しない、このグッズボ作戦。騎士と出るか、大騎士と出るか。リラさん、8回サブスクライブ、あざます。8回サブスクライブ、あざます。今日は月曜日なんで、この手紙はね、多分ね、見なきゃいけないんだよ。午後の礼拝ってやらを、これやっぱ金曜日だよね、やっぱね。金曜日に午後の礼拝ってやらをやってると思うんだわ。だからそれをどうにか終わらせたい。クォーターさん、3回サブスクライブありがとうございます。いやー、昨日の見てない方はね、二窓して見てください。 YouTube と岩姉さん、ティア32回サブスクライブありがとうございます。ちょっとマジで曇りすぎてて、マジで何も見えかろうじてコメントはまあ読める。まあ、コメント読めたらいいかみたいな節あるけどね。でも金曜日だよね。金曜日に来いってことだよね。二窓うるさくない。昨日割ともう眠くて静かだったから、まあ、別にうるさくないのではっていう。はい。午後の礼拝でーす。こちら、ダメか？まあちょっといろいろやらなければいけないことが多いが、まあ何をしていいかが今つかめていないんで。まあ今日はね、お散歩をしながら生きていきたいと思う。いやー、今日なんかね、動画の伸びが良かったですね。動画の伸びが、まあ、過去3位っていうか、直近10件で3番目に良かった日。まあ、キノコもちょっといろいろ探すか。はい、あざす。もうキノコを全部集めたらシェンロン出てきてクリアになったりする？で、するわけねえだろ。今日さっきね、カップラーメン食べたの晩ご飯。お、なんかいるわ！この幻想キノコの森は全ての次元とつながる多次元空間じゃ。螺旋宇宙？どういうことだ？お、架空手人はキノコから出る報酬を食って生きてる。知っとるか？うわ、やばい、急になんか、いきなり、話が急に、トリップ G。よかったらお前も架空手の仲間として認められたんじゃな。お前が別の世界から来たということはすぐに分かったぞ。そんなに元の世界に帰りたいのか。灰色の雨が降る街、鉄の塊が走る道、木の流れ、水の流れ、すいません、これが木に見えました。水の流れない、よどんだ世界。絵の出る箱の前に座って眠くなるまで遊ぶ。まあ、好きなように生きればいいさ。おー、待って、なんかメッセージ性急に含んできたな。お前の住む三次元の世界は時間の活力と空間の活力で成り立っている。変わろうとする力、変わりたくないという力、それぞれが争っている世界じゃな。この世界にも争いの好きなものはおるよ。うん。まあ、タカハと、ハト派みたいなね。ハトだっけ？タカハとハト派で合ってるっけ？ん？愛とは何か知っとるか？それは、わしにもわからんよ。もし知ってたら教えておくれ。ただ、こういう話をしてると、いつも酒場のワンダのことを思い出すんだよ。わしもお前もさまよってる。愛を求めてさまよう旅人じゃ。ガッハッハ。どっちだ？テルリ？テルリの方？テルリの方か。わしの体拡散するんじゃん。
だから同じところに留まっておれん。わしは夢と現実の狭間で置いとる。これからもずっとじゃ。現実に未練がないと言えば嘘になるかな。拡散希望。ほら、ここで耳を澄ませていればいろんな世界から歌が聞こえてくる。どうじゃ、聞こえるか。おお。うわすげえ。何これは。すごい、いろいろなものが死んで生まれ、生まれたら死ぬ。あちらで死ぬとこちらで生まれるんじゃ。こちらで死ぬとあちらで生まれるんじゃ。そしてわしはあちらの世界とこちらの世界をフラフラしとる。あちらの世界、空の上にあるんだ。美しい女王様がおったぞ。天の星々が舞い踊る竜宮城じゃ。帰りに土産物だめくれおった。ほらこれじゃ。来た。彼女から頼まれたんじゃ。これをお前にくれてやれとな。カクンテバーマトナポンタ、星の土産物。え、これをくれるおじさんだと。結局急に進んじまったようだな。いきなりなんか、なんだろうな、真相に迫るというか、メッセージ性だな。いや、これはどういうことだろう。まあ、とりあえず暗号をどういう感じか見ていくか。暗号っていうか、まあ、見た感じ暗号だったけど、暗号だろ、これは。何らかの暗号をもらったので、それを、ヘイガー博士のところで解読する作業。こりゃ、カクンテバーマトナポンドだ。あれ、金色のキノコ食べると、ああ、なんの？俺も金色のキノコ食べてえな。で、テルリは結局、どうすればいいんだろうな。救えるのか、テルリは。まあ、とりあえず一回ヘイガーするか。いきなりこんな開幕で進むとは思っていませんでしたね。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。新築 Gmail さん、3ヶ月サブスクライブありがとうございます。行きますか。で、今日寒すぎん？やけに寒いんだけど。いや、もうプルプル震えながら配信してるからね。ちょ、何を血迷ったか。俺半袖半ズボンなの今。どうするどうするって。どうしようね。飛びますか。トロピカルフル、yeah、めちゃくちゃ寒い。暖房つけていいか。もう最近さすがの俺も冷房つけてないからな。この下りが毎回ある。これ横から通れたりしないかな。さすがに通れないか。まあ、なんで今こんな半袖半ズボンなのかというと、いや靴下履いてない。半袖半ズボンなのかというと、まあ、俺部屋着が2種類しかなくて、半袖か長袖かしかないから、まあ、1日に1回半袖だし、1日に1回長袖という1日に1回というか2日に1回が、まあ、交互にね、半袖長袖を繰り返してる人間なので。ユニクロ行くしかねえな。もうユニクロ行く服がない。ただいまー。え、ヘイガー乗っていい？これなんかしてる？ヘイガー無敵。我が輩と少し話をしよう。愛についてだ。愛とは何であるか。この世界の中に愛はあるのだろうか。この世界の外に愛はあるのだろうか。空の天井を越える話をすると誰もが我が輩を笑うのだ。しかし我が輩は空の天井を越えたいのだ。空の天井を越えること、それが我が輩のラブである。くだらん話をしたな。忘れて構わんぞ。やべ、ミスター。認知症だ。2回話しかけちゃった。空を越えることは
ラブなのだ。じゃあとりあえず行きますか。くらえドン。解読成功。これはムーンワールドで基盤と呼ばれている古代の石板です。ここにはカクンデ人の色覚言語について記されているようです。カンタ赤、ソンホ黒、ポンタ金、タンパ白、モンタカンタいるな、メモらないと。カクンテバーマトナポンタ、カンタ、カクンテ、カクンゲイジ、カクンゲイジ、カンタ赤、ソンホ黒、ポンタ金、タンパ白、モンタ、モンタ緑。よし、オッケー、以上。ほーん、じゃあこれでちょっとカクカクしていくか。ちょ見てみるか。カクンテ、カクンテバーマトナポンタ。他の言語もなんかありそうじゃね。どう？ご覧のスポンサーの提供でお送りします。カフェラテさん、ローカルサブスクライブありがとうございます。なんかね、あれじゃない、見た感じ。あー、いやでも分からんな。他の石板だって翻訳するとあーってなるから、うーん、もうまだ架空手語なんかありそうだよね。まあ、とりあえずもう一回見てみるか。他のなんか何らかのサムシングがあるとは思うが。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ナミンさん、サブスクライブ5ヶ月ありがとうございます。来てる？あ、入ってる。 あれ今日また来てる。あ、火曜日に来るんだ。へえ、じゃあちょっと行くか。これついでに礼拝も行くか。イエーイ、イエーイ、帰りたい。聞かせてくれよお前たちの産声を。かくんて、かくんて、かくんて。色がなんか関係するんだな。さあこれは、クソかくんてドバンサトットテルリポイポイチャクンテ褒めバーマ、ドバンサドバンサ、ドバンサトットテルリポイポイチャクンテ褒めバーマ。おお、1から10まで全部わからん。スータラコクンテクルンテルリンパバランカテロ。おおまあこれは食べるんですよ。あ、美味しい。これでボディーランゲージが伝わる。えっ！はっ！どういう？死んだ。かくんて、ドバンサトットテレリポイポイチャクンテ褒めバーマ。スータラコクンテクルンテルリンパパランカテロ変わらん。どういう？全部食べたら嬉しくなる。これ
どう？カクンテ、スータラバーマ、トナソンホ、クルンテバーマ、トナカンタ。ソンホ、黒、赤。スータラバーマ、トナソンホ、クルンテバーマ、トナカンタ。カクンテ、コクンテバーマ、トナポンタ、ルリンパバーマ、トナモンタ、バランカバーマ、トナタンパ。カクンテ、トットテルリ、動かなくなった、とても悲しいこと。あ、てか、いるわ、トリップ G。一回キノコ集めるか。これ多分順番に食べればいいだろう、多分。こういう順番で食い的なことを申し上げたいんじゃないの、この人たちは。違うのか。だから多分どっかにオールキノコ落ちてんだわ。違うか、鳥爺。この幻想キノコの森、ああ、そういうことか。カクンテ、カクンテ友達いう意味、お前カクンテ。ここはキノコないの？あるわ。カクンテ、お前たちの言葉少し覚えた。お前も少しカクンテの言葉覚える、いい思う。はい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 。スートラパーマー、トラモンタとかがようわからん。カクンテじゃキノコから出る宝飾って人知っとるか？同じ話してんな、こいつも。今、金、銀、金ってか白か。金、白、緑まで行ったから次赤。で、あと黒も欲しいな。孫宝って言ってたから、まあ黒は食わなきゃいけないだろう。で、ここ緑。あとな、どこだ？黒見てねえな。いや、ちょ、黒キノコが欲しい。じゃ、こういう微妙なとこに落ちてることは分かったから。むずい。ないものを探さなければいけない。とりあえず今食えるかな？あ！発見！きっとな。なめたけ？なめたけじゃねえわ。キクラゲだ。なめたけとキクラゲを混同せし者。コクンテバーマトナポンタ、ルリンパバーマトナポンモンタ、パランカバーマトナタンパ、ポーボタ。金、緑、白でちょっと食べてみるか、試しに。場所も指定されてる説ありそうだな。前半が意味ないわけはないから。はぁ、あってそうじゃね？何もリアクションがないってことは。金？緑でしょ、次。じゃ、魚も食べそう。あー、強くなってきた。で、最後、白。うめ？お、これ！かくんて。コクンテバーマトラポンタ、ルリンパバーマトラモンタ、バランカバーマトラタンパ。いや、何かが変化してる説を唱えていきたい。何かが変化してる説。スルタバーマトラソンホはクルンテバーマトラカンタ。いやー、ちょ、わからんな。どうしようかな。スルタバーマ。コクンテバーマ、ルリンパバーマ、バランカバーマ。どいつがどいつかわからんから話聞くのむずい。いやー、どうなっているんだ。気絶しないってことはなんかあってそうではあるけどな。さっき気絶したもんな。まあ、石板も欲しいか。赤と黒のやつもやってみるか。デカくんて。デカくんて。デカくんてはデカい友達って意味か、つまり。カくんては友達って意味だぞ。ポンタ、モンタ、タンパ。ソンホカンタ？ソンホカンタやるか。
今孫悟食べる。うん、まあ全部食べてもうダメだったら、おお、びっくら、びっくらこいた、おお持ってかれた。おお、え、なに、以上、以上。ターンエンドだ、なんてこった、なん、何があった、何かはあったか、何があったかわからん、何かはあったぞ、違ったのか、ダウンしたから違ったのかな。ただのトリップだった。ジャストトリップ。リアルインコさん3ヶ月サブスクライブありがとうございます。いやーなんか進んだのかな。なんとも言えず。何かは起きた。確実に。確実に俺の身に何か起きた。寝たらなんか変わるかもな。寝るか。なんとも言えねえ。寝てもう一回森と追撃して、次、孫悟カンタから先に食うか。もうそれもありだな。孫悟カンタからポンタモンタタンパがやっぱ一番安定かもしれん。最後今回食ったのがカンタ。カンタうまいな。カホは寝て待てってこったな。じゃあ IQ 高い言葉使わんといて。寝たらホラー始まるかな。おやすみ。何かに取りつかれたような気がする。あ、ホラーとは真逆の優しい世界にやってまいりました。はい、おはようございます。でも教科書もらえそうな場所ももうあんまないよな。キャビアか。そうか、キャビアか。キャビアだな。もらえるとしたら。そうだわ。キャビアだわ。キャビアサーチ行くか？でもなんかもう場所がね、わかんないよね。やべ、入っちゃったらやめられねえ。キャビアがどこであれだったか覚えてないんだな。なあ、吉田。はい。店で売ってみ？高く売れる境。高く売れんのか。あ、雫って結局換金アイテムだっけ？これ一回見せたよな。涙か。涙換金アイテムかな。売るか。やべ、時が満ちる。急がないと。はい。ゲゲー、それってネカの原石やんか。びっくりして口から糸蝶が飛び出るかと思ったわ。骨董屋で売ってみる。金持ちになる世界。まあ、売るもんか。月なんだな、なんだかんだ。もうすべて月。あれも月、これも月。そして動物たちの魂から月です。はい、捧げよう。どうぞ。おお、ありがとうございます。でもやっぱね、魚がやっぱね、高いね。あの、砂漠の方の。もうこの、何、おっとっと。おっとっととか90円で売れるもんな、一粒。
よし。いや、どうするかな次。やっぱね、探したいんだけどな。場所がわからんよな。いろいろ見回るか。もう観光していくか。いろいろ。いや、そろそろしまわれそう。耐えてくれ、耐えてくれ。こいつは すぐ下行っちゃうからな。この時間になると。月の女王泣かしたら涙取れるかな。あー、ちょ、肩パンするか、ちょっと。肩パンしに行こうぜ。え、みたらしさん25ヶ月サブスクライブ、ありがとうございます。Thank you。25。はい、どうぞ。いやー、今回いい感じで全部出たね。ちょっと今回王様の城から攻めていく。それでいきます。あいつ肩ねえわ。じゃあ、アゴパンするか。アゴパン。アッパーカット。ライジングアッパーか。どこで聞いた音だっけな。聞いたことあるよね、あれ。聞いたことないとか言いなさる。何？いませんね、本当に。闇より紛れて侵入するぜ。夜とかじゃないと聞けない音とかもあるかな。とりあえずキャビア終わらせて、カグンゲージの教科書をもう一個もらえることにかけよう。まあ、多分それしかない今となっては。大臣、お前の宝をいただいた。これエコーって書いてるけど、エコクラブのことか。今更だけど、フェミあー、あいつやべえわ。映したらまずいだろ、あいつ。ちょっと見るか。初日に洗礼を浴びた、この双眼鏡。このゲームの洗礼を浴びた。ついてる。ついてる、ついてる。最初にいたのあれ何だったんだろうね。お、消えた。フェミに注意されたことあるよ。なんだっけな、酒場の2階行ったらフェミがやってきた。あ、フェミのせいでムーンの評価あれたの。そうなの。知らんかったわ。フェミやってんな。で、王様がなんかさ、持ってないかな、ヒント。わしの世直し計画。星星、わしの世直し計画、星星。100匹鳥ちゃん大作戦、月まで飛んでけプロジェクト、ビッグ花火打ち上げ計画。やる。花火の設計図ないかな。クズを見せて、おら、ダメか。なんか、ダメかな。お絵描きに熱中してるもんな。ダメくせえ。ヒントとなりそうなものもないな。真ん中のヘイが。ヘイが。100匹鳥ちゃん大作戦は、わからん。あれじゃね、旅行のやつ、なんかそんな感じっぽいよね。ビッグ花火打ち上げ計画についてちょっと深掘りさせていただきたいんだけど。花火のヒントも欲しいよな。あれ、手がかりマジない。
燃え盛れ。いやーないなー、なんも。これなんか調べれる？肖像がのんびりキング12世、まあそれだけか。なんもねえわー。花火やっぱ全通り試すしかないのか。こいつら勉強熱心だよね、王様と大臣は。とりあえずこれをまず。これわかりません？わかんないんか。あーてか花火あったりして、なんかねえか。まあさすがにねえな。もう一回石板全部見るか。一回整理しないとわかんないね。いやでもかなり進んでるのかな、これって今。どうなんだろうね。花火のヒントはもう知ってる？マジか。思い出せ、過去。シュインシュインシュイン。ヒントでしょ。ちょ、思い出していい？記憶という名の迷路を駆け巡るぜ。間が空きすぎてわからん。てんで、ね、勇者のストーリー結構もう進んでるもんね。まあとりあえずいろいろ回って音聞いていくか。まあそしてヘイガーのとこまで歩いていこう。この足音よ。Hey God, don't make it bad。 文字がちっちゃくて読めないとか、なんか見えるようにするサムシンがあるかな。ねえか。花火のヒント、おはようございます。花火、ババてめえ、絶対使えんのかお前。技を見たところでね、それいいとして絶対強者だな。盲目ってことはやっぱね、強者感強い。盲目の戦士はなんか強いっていう風潮あるからな。座頭市とか、リーシンとか。とりあえず隅々まで見よう。なんかもう、隅々まで見るフェーズだわ。こんなとことか見てなかったもんね、俺ね。久々にビル行くのもまあ確かにあり。ビル最近行ってないもんね。どこから行くかも忘れたわ。ヘイガー研究所だわ。そうだ。おばあちゃんの写真、街の人見せてねえわ。のんびりキングに見せるか。この世界線、世界線じゃない、世界観でさ、あのおばあちゃんのとこだけ一家でいんのちょっとおもろいよね。浮いてる、浮いてるっていう。あ、今日これ午後の礼拝で、午後の礼拝って何なんだろうな。これ何？なんかヒントなのかな。
めっちゃ呼ばれるけど。午後の礼拝とやら、あんま分かんないよね。行ったけど、なんか特になんもなかった。これ何？営業メールなのかな？この音じゃないんですよ。あ、では出た、そういえばここ。もうやっぱないね。毎日入れてんの？あ、なるほどね。もうめっちゃ来る、俺も。はがき。新聞取りませんか的なはがき。体験版つけますよ的なはがきはめっちゃ来るんだよ。そういう部類のものとして見ていいのかな？さあ、旅バイバイも元気にここにいる。てか寒すぎでは今日本当に寒っ。やばこれもう早めに風呂入らんといけないな。何も干してるからさ、風呂に洗濯物を。ダメじゃん、入れないよまだ。寒っ。服着ようってやめろ。ナチュラルに俺を裸にすんのやめろ。やめてくれ。言葉だけで他人を脱がすのやめてくれ。でも半袖寒い、そうそう、ユニクロ行かないとダメだなって自分でも思いつつ、膝掛けとか毛布、あるっちゃあるんけど、タオルケット的なやつが、なんかね、ほこりかぶってそうでちょっとね、やだね。ほこりかぶってるから、あれを使って寝れるのは俺の家に泊まりに来た人だけだね。焼きパンとかはあれの犠牲になった。かわいそうに。ここも違うよな、最近行ってないとかだもんね。暖房ありかな。11月か。でもそういやありだな。なんかね、暖房とかさ、冷房とかさ、初日ちょっと、なんて言うんだろう、なんか悪いことしてる気分になる。そう、つけるボタンを押すまでにちょっと、いや、俺は今からちょっと悪いことするんだっていう気分になっちゃう。ちょっと押せない。早くね、冬。だって最近まで冷房つけてる。一週間前ぐらいまで多分冷房つけたもんな。一週間はいいっすか。二週間前は確実につけてた。そんなもんだろ。あ、そう、悪いことするね。背徳的冷房で、いや、暖房だ。背徳的暖房で行くか。いや、そう、もう今年終わるよね。やばいよ。確定申告、準備しなきゃ。深刻なんだが。なあ、深刻なんだが。深刻な問題なんだが。モニターめっちゃ買うか。しゃあ、年収7万。お願いします。え、時によって違うのか。なんか盛り上がってる時と盛り上がってない時ある。じゃあいろいろ見よう。いや、やってくるぜ、確定申告。はい、ありがとう。うわっ、そういうことか。ちぎれてる部分がある。上が9、真ん中4、右がイコールって書いてるけど、ちぎれてる部分がある。ここが分かってないってことか。
あーマジか、そういうね。イコールか？違うわ、これ計算になってるわ。 5+4 は9だ、つまり5引く、違う、7引く4は3だから、こういうことだ。あ、じゃあいいじゃん、削れてて終わりだ、勝ちってことは、メモンの難しいな、紙が欲しい。上が5、待って、上から順番にするか、待てよ、上、右、左、右だったわね、順番的には。だから5を、7、イコールだから 1×4 はだから4で、割るだから8、4、2、1、3で、最後イコールだから9、これじゃん。5、7、4、8、4、2、1、3、9、え、多くね？ちょ、多くね？あーってな、あーってな、びっくりした。なんか幽霊出たかと思った、知らねえやつ一人いるかと思ったぜ。あーってな、あーってな、999、何か生み出すための魔法だ。あ、そういうことね、魔法陣って言ってたやつ、そういうことか。けど、これはなんだ。じゃあウンパスくんみたいなのがいるけど、これは何かの隠し場所、これ関係ないんかな。なんか新しくお酒のやつからもう終わったよね。ウンパスくんはもう終わったのかな。わあ、やめろ、このハテナめっちゃ出すの、おもろいから。ハテナめっちゃ出す字幕おもろいからやめてほしい。玉、あ、玉、これはなんだ、きっとキノコのとこで釣るっていうのはよく意味わかんないんだよ。玉は分かったけど、隠し場所、とりあえず次花火行くか。やっと解けた。いらねえだろこれ、いる、これ。今改めて見て思ったけど、あれいる？いいとして、まあそんなもんか今は。天神天神天神、まあ来たけど特に何かをしたいわけでもなく、なんかすることある？あ、出たわ。この人さっきのあれだよね、石板にいた人だよね。え、ワイルドカード、何これ。この人はそれ、これ食ったら爆発するかな。しない。この人は何者なんだろう。悲しみの、悲しみの大地。悲しみの大地。あ、ちょっと久しぶりに一回やっとくか。しゃあない。
もうね、学んだからね。もう学んだから、もう大丈夫だよ。一発でレベル5までクリアして成長を見せよう。いやー苦しかったね、これもなかなか。親の顔ほど見たゲーム、もっと親の顔見ろ。確実にうまい、確実にうまくなってる、成長を感じる。持ちこたえた、持った持った、うん、ふにゃふにゃする。レディして、まあ、むずいんだわ結局、何回やっても何回やってもむずいんだわあれは。やってね、やべえ、やってるやってる、イエー、ブレイクダウン like this。 アロエメキシカンビート、ランパッパのポセイドの子たち。メキシカンビートの持ってる？持ってたら流してあげようぜ。もう全部買っていいんだよね。メキシカンビートとかいうなんかエモいタイトルのやつは買ってるんじゃない？買ってる買ってる、ミスタルよ。どれがどれか分かんない問題、絶対違う。どれがどれか分かんない問題。キルザーピッチ、絶対違う。いった、ないな。いいなこれ。しばらくこの BGM に頼って黙っとこう。トゥル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 。これは喋りかけたら愛について語ってくるかな。まあ、とりあえずそろそろ紐を開けるんで目指しますか。これは乗れないのかな。乗れねえか。あーやべ、やっちゃった。ちょっと反射的に話しかけちゃうんだよな、やっぱなんか進むかもって思って。で一応もう一回だけ魔法陣についてちゃんと見とこう、合ってるか。これなんだっけ。あ、これあれか、カクンってか。
カクン、カンタ、赤、ソンホ、黒、ポンタ、金、タンパ、白、モンタ、緑。うん。タオ！暗い！合ってるかな5 5 7 4 5 7 4 8 4 5 7 4 8 4 2 1 3 9、合ってるね。 OK。 いやーマジ、あの江戸っ子なんかちょっと俺のことをバカにしてた節あったから、ちょここでバシッと花火決めちゃいますか。キャンディー、笑おう。寿司はシャレだけを食うのが江戸っ子なんでいい。やかましかった。粋だなあ。あ、猫の日だ。酔い越しの銭は持たんでいい。まあ、金曜日ってウキウキするよね。まあ、今日曜の夜なんでしなしななんですけど、どうする。もう日曜の夜だよ。早えよ、この世界、この世界の回転率早えよ。さあ出待ちしますか。はい、半日。はい、半日経つまでカット。アーカイブ後の皆さん、半日経つまでカット。なんてすると思ったか。このアーカイブ大体2時間とか3時間あるから、まあ、基本的にカットしようにも、編集ソフトに読み込むと結構固まって時間かかる。上に書き出しが死ぬほど長い。なのでね、まあ、ちょっと、編集とかはないんですけど、マジでね、やってらんないんすよ。普段アーカイブ切ってんじゃん、編集するときね。まあ、編集するときって俺メインに上げる動画、アーカイブ切ってんだけど、切り刻んでんだけど、みじん切りなんだけど、あれもね、読み込ませてから切るまでのプロセスめちゃくちゃ長いからね。いや、今夜逃すとか、逃して叫び声を上げるとか、ね、そういうメタ推理やめてください。メタ推理っていうか、推理じゃないけど、いや、絶対逃さん。絶対逃さんよ。もし逃したら、桜の木の下に埋めてくれてもうんぬんかんぬん。ああ。この待ち時間どうしてくれんの ?YouTube のコメントだけ見よう。コメントだけでも、コメントだけじゃない。コメントでも見よう。ああ、悪口書かれてるからやめよう。援護だるいよ。時間かかるし、その間 PC のリソースを結構食うし、そろそろ時だな。一本の動画何時間かかる？もうピンから切りまで。ピンから切りまでだな。ものによるとしか言いようがない。まあ、かからない順番でいくと、まあ、最近上げてるものでかからない順番でいくと、まあ、DVD。DVD。プロジェクトウィンター。ほか。大人数になると無条件で時間がそれ、どんどんかかっていく。あー、そろそろ来るぞ。そろそろ来るぞ、おめ。あ、来た。はい、イージー。いただきます、玉。でねえ、来たぜ、青ひげ。あら、坊や。また来やがったら、坊主、ちくしょうめ。ここはそういう場じゃねえんだ、早く帰んな。またなら、こんねんか。これだから、ガキは綺麗だ。ガキは綺麗だ。仕方ねえ。花火いじらせてやるから、終わったら帰んな。はい、玉や。あ、今のうちだぜ、そんな大口叩いてられんの。ちょっとこれね、ミスって押しちゃうことがありそうなんで、最高級で慎重に行く。次5、7。7です。はい、次4です。はい、4です、これは4です。はい、4。次、次8ですね、8。8ってはこれです、これ。これ8ですね。8です、これは。次、8終わったら次4。4ですよ。これは絶対に4だよね。いや、怪しいぞ。ここ4か ?4 じゃなくね?2じゃないか、これ。
21394 2だな、これ2だわ。危ねえ、なんだこのメモ使えな。2、危ねえ、自分を疑ってよかった、自分を疑ってよかった。いやー、やっぱね、自分も疑うべきなんですよ、こういうのは。ん？ここ9だな。だいたい4ならついつまうよね、全部。OK、OK、OK。よかったー。メモなんて信用なんねえよ、クソが。随分変わった配合だな。ちょっと見せてみろ。ガラスが4で、硫黄が5。ああ、炭酸ストロンチウムが発射器やがったか。むむむ。塩基性炭酸銅7、見事。三硫化アンチモン、抑えつつ。9か、すげえ坊主、この花火はすげえ。この配合を応用すれば、闇を照らす花火もできそうだ、畜生め。よーし、一気に仕上げるぞ。ラブ。おっと、これは坊主の先にだ。きっと何かに使えるぞ。大事に持って帰んな。アウトス。平吉の百尺玉。ありがとうね、この人は必ずやり遂げるよ。歌子。あんた。自主的にね、帰ります。では、お邪魔しちゃ悪いので、ね、追い止まするぜ。じゃあこれを誇示すればいいんだな。ぬこ太郎さん300ビッツありがとうございます。力の差ってやつを見せつけてやろうじゃないか。いろんな音するね、この村。村っていうか、なんていうか。あの例の音は聞こえてもおかしくない。もっとデュル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 した音だったと思うんだよな、ね。どんな音だったっけな。まあ、とりあえず王様に見せびらかすか。今から帰って寝て、レインボーロックス行けば、ちょうど、謁見に間に合いそうだな。謁見の方がいいのか、夜の方がいいのか、どっちだ？わからんな。キャビアの音。キャビアサウンズ。ジグララさん100ビッツ、ありがとうございます。お、暗闇で光るタイプの写真だよ、これ。ここどこなんだろうね。あ、来た。あ、子供の。玉や平吉のハートに火がつきましたよ。次のレベルはあと3ラブが必要です。まだまだ世界にはラブが散らばっていますが、これからもたくさんラブを集めてくださいね。とのことだ。アゴパン決めれんかったね。はあ、土曜日行けますか。まあ、今更になって気づいたけど、家によってどんぐらい寝れるかっていう時間も変わってくるから、使い分けろってことなんだろうな、これな。日またぎたいならおばあちゃん連れ寝て、半日ちょうど進めたいなら、あの、縛られてる人の家で寝るっていうのを分けなきゃいけないんだな。ばあちゃんが朝起こすんだね。おい、のんびりキング頼む。大臣ごっこするぞ。大臣ごっこではないな。大臣呼んで遊ぶしかない、もう。ホロホロティーン、ホロホロティーンってなんだっけ。ホロホロティーンって誰だっけ。いや、覚えてるな。あ、やべ、入っちゃった。よう、私はイビリー、相棒のフレッドが F 化したので困っているのだ。イビリーにおもちゃ見せてみる。
しまってたわ。イビリー。はい。ああ、特に何もないか。おい、越見だぞ、越見だ。おら、この辺一瞬ハテナ出るな。これ猫か、猫のハテナか、これ猫っぽいか。金曜日はバーにはイビリ、水曜日もバーにはイビリ、ララ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 、パン屋は木曜日。はい、残念ながらパン屋は土曜日でした。ということで、これを、これを食らえ。うる、じじい、夜まで待たなきゃ。まあこれはもう捨てるっていうか入れとくか。あと魔法陣はもういらないっしょ。でこれもいらないよね。これ研究室と石板ってのはまあいらないやつだった気がする。まあいいか、一応持っとくか。あ、吉だるか、まあ、それあり。夜のお絵描きね、割となんか気引かれる感じだと振り向いてくれるような気がするんだけど、どうなんだろう。まあ、ダメだったらヘイガーに渡して。はい、どうぞ。ひゃー、大きな花火やね。え、アンさんが作りはったの、すごいやん、無敵。へえ。ね、これ会話のあるある感感じるんだけど、最後にへーって。あ、実際そんな興味ないんだろうなぐらいの。うん、ないないなんだ。うえーうえーかっこ興味なしみたいな感、なんか何かを感じてしまう。考えすぎの大きな。トレーターがもう結構増えてる時のプロジェクトウィンターのムーブ、トレーター側のムーブ、いつでも殺せる。池のんびりキング、早い。よし、じゃあとりあえずこれを見てくれ。ほら、とりあえずヘイガーのとこ行くか。あと何が残ってたっけなぁ。ヒーガーロケット。冷却システム？ロケット推進装置。MCM エンジン開発資材。パワーコンソール開発資材。これだよなぁ。この辺どうしよう。冷却装置とは何？冷却システムか。冷却システムってなんだ？パワーコンソールとは
パワーコンソールじゃない、パワーシェル。わからないんだな、これがな。この機械からなんか引き抜けないかな。これか、ここの機械から引っこ抜ける説ないか、ないか。引っこ抜ける説提唱していこう。これそうだったら天才でしょ。エルモ、ごめんな、お前を救ってやれなくて。どっから入ったっけ。もうキノコで釣りはね、ありそうだよね。キノコで釣れんのかな。釣る場所なかなかった。こっちか。さすが IQ2000。 なんかいたわ、なんか気にも留めてないやつ。いたわ、なんだっけ、犬神マイマイ。そりゃなんかいたな。開けれんだろう、どう、開けれないこれ、無理か。そういやいたわ、もう干からびきってるだろ、もうすまんな。そういえばいたシリーズ。そういえば、タオん、タオやめのタオ、あ、タオだ、タオ。犬鳴かんからな。犬神マイマイがいつまでたっても報われねえよ。あ、どうしてもタオの名前が覚えれないんだよ。うん、やっと覚えたけど、タオやめのタオで。2日連続だから覚えてる説はある。多分また火焼いたら絶対忘れてるから。皆さんもう安心してください、火は開けません。なぜならね、先が詰まってるんで。いやー、マジ年末商戦、年末商戦万歳。年末商戦というありがたい存在、我らにとって。どう、年末いいわ。ああ、年末。ボーナスも入るしな。ボーナス入るしな。きたー。15日までにムーン終わらすって。いや、もうそんな、そんな無理なんだ言われても、もう可能。もう15日までにムーンもピカブイも終わってるけどね。ムーンもピカブイも終わって DVD 配信6時間ぐらいやってるけどね。最近 DVD ね、あれなんですよ、結構キラーポリポリやってるんだわ。プレイグとその辺、プレイグとデモゴルゴンとその辺やってるんだわ。また配信したい。赤帯と明かり始めた、やってらんねえぜ。おっすー、くらえ。ほほんほほん、平気地の百尺玉、鼻くそで捨てこどっこい、パープリン、もっとマシなもの持ってこい。ん、いや待て待てよ、あれきつー、頭の中にビギンときた。これは使えるやもしれん。あ、丸いんすわそこ。はいはいはい、あと四角とここのポケモン BGM 感、右と上と真上。きつわ、何が終わったって言った今、何が終わったって言った、あの人何が終わったって言った今、え、何が終わったって言った今、あの人聞けばいいんだわ。え、やべえ、何が終わったって言ったか聞いてなかった。まあいいか、多分ロケット推進装置かな、多分、多分ね、多分これだろうな。え、でも終わってしまうと手がかりがまたゼロかな。カクンゲージ持っちゃう。これキャビアどうするかな。 This is a キャビア。よし、じゃあ少し水取ってくるか。
気合い入れるために水取ってくるか。で、水取って、水取りに行くための BGM かけないと。もう一回キャビア食べ行く？アーカイブで聞けるみたいな、なんかそういう、それずる。あ、BGM かけれねえや。俺右の画面、俺普段デュアルスクリーンなんだけどさ、パソコン。スイッチのゲームやるとき片方をね、スイッチの画面にすんの。その裏のやつが見えなくなるの。今、エクスプローラー立ち上げたら右側の画面に出たっぽくて、触れないわ。ちょっと、行ってきまーす。あー、山手線ゲームでもしててください。お題は、お題は、聞いて、水冷やしてなかった。つらつら。あー、なんか最後の今現先は、先までの現状のペットボトル、さっきまでの現状のペットボトルほぼ入ってなくてな、冷やしてなかったな、やっちゃった。はい、ということでこんばんは、ぐっちーツボです。ね。はい。ということで、続きをやっていくんですけど、まあ、花火の配合がダン、ドネ。で、キャビアアゲインするか。日曜日終わりそう。まあ、もしくは、あと、キノコのとこもうちょっと探索してもよき。よき。メキシカンビール買うとる書いてんじゃん。トゥードゥーに。ジャングルの奥とやらばこれもダン。じゃとりあえず、メキシカンビートってやらがあるかどうか見るか。常温でも飲む？常温ってさ、常温じゃん。これね、飲み物はね、冷えてないとダメなタチなんだわ。まあ、冷えるか、熱いか、その、振り切ってもらわないと困る。中途半端ってのは一番良くね。え？キングレット。キングレットだって。キングレット。キンドレみたい。メキシカンビート売ってるかな？
父よ、私に神の力をください。麺なさそうじゃね。ないか。ない説あるな。なきにしもあらず。ない。ないわ。キノコの森へ行くぜ。行ってきゅう。釣りのあれどういう意味なんだろうな。しだそれ悪いなってわかるぜ。タワレコじゃねえ。タワレコになれねえ、こいつは。タワレコ行ったことないけど。タワレコ行ったことないけど、俺。やっぱりアップルミュージック。俺らキノコもらってくぜ。釣りポでもなくね。釣りポって何でも略すな、最近の若者は。釣りポイント全然なくね。ガシャンガシャン音のデカくんできた。指から雷出た。それっきりトトテルより動かなくなった。マジ切ない。田舎にないからね、タワレコは。田舎じゃねえし。俺、都民だから。へっ。都民だからよ、俺。と、テルリも略？本当に？あ、俺、テルリって言った？あ、そういうことか。テルリが何か、色のやつと対応してるかなと思って今見ちゃったわ。架空ゲージを。カクンゲージに対応してるかな。騙しやがったな。いやー、都民だからちょっとこの辺で釣りスポット探したい。東京は田舎者の集まりって聞いた？は？何やそんなこと言ったやつ。いや、東京はね、いいんすよ。東京いいわ。でも東京にいるとね、多分ね、まひっちゃうんだな、多分。東京にいる人はね、やっぱ、東京の便利さに気づかないんだわ。やはり長年ね、まあ、春日井市、まあ、春日井市キャラだから春日井市ってことにしとこう。まあ、春日井市に住んでいた身としては、うん、やはりね、全然違うな。いろいろ。あるものも違うし。てかなんか、もう、おとぎ話に出てきたような世界に一瞬で行けるんだよ。新宿とか。新宿って、数時間かかるじゃん、普通。行けるんだよね、電車で。田舎コンプがあるから、そう、都民アピする。そう、その通り、もうまさに。もう田舎コンプだ、ね、田舎コンプの塊。田舎コンプの鎌足り。あー、釣りポねえな。じゃ、逆にさっきと逆の順番で黒赤で食ってみるか。新宿本当にあるんだよ。俺見たんだよね、新宿。バスタ新宿とかいうのもあんだぜ。知ってるか、バスタ新宿って。とりあえず食ってみるか。多次元空間じゃ。これここ以外で食っても意味ないんかな。ねえか。とりあえず黒赤で食ってみるか。いただきます。見えよ。来い。来ねえか。じゃあ次、さっきのやつ、金、緑、白。じゃあ、うまい。緑？白。頼む。どうすか。トットテルリ動かなくなった。とても悲しいこと。あ、違う、あなたじゃなくてトットテルリじゃない方。デカくんって、え、
どうこれ、なんか起こった？スートラバーマトナソンホクルンテバーマトナカンタ、あー黒赤としか伝わってこねえ。違うっぽい、違うっぽい。なんでなんでこんな無理なんないよ。わからんな。わかる？わかる誰か。ちょこれもうこれじゃないみたいな。あったらさっぱり。アホや。悪いとこ出たよ今。味噌の悪いとこ出た。バーン知ってね。いやヒント足りなそうだよな。もう一回飯行くか。飯屋、飯屋、あの雲、はぁはぁ。何食うかな。マジでムーンむずいよな。お、しょぼすけさんだ。出たー。え、本物これ。本物？本物？本物？え、しょぼすけさんだ。え、本物？え、しょぼすけさん。え、おーまい。あ、モデレーターさんちょっとなんか荒らしてるんで頼みます。チャンネル登録外された方だって。チャンネル登録外したのにおすすめにめっちゃ出てくる人だ。はい、こんにちは。ゴミよこすね。あざっす。むずっ。おっ、いらっしゃいませ。おしゃれっすね。アイス。この席どうぞ。あら、無敵さん。お店が開いてよかったですね。この前からね、食前に聞き酒サービスするの。これは食材が消えた音が聞こえる不思議な大酒よ。いつもより来てるよ、俺。どうぞ召し上がってください。どうする、キリキリ、ちょ、黒キャビもう一回行きますか。OK。え、無敵さんで勇気ありますね。ちょっとお待ちください。ここで入ります。黒キャビお願いします。行為。パクンデバーマ、トラソンホ。キャビ俺食ったことないんだけど、食ったことある？富豪の方いる？美味しいんかな？あれっていくら？いや、でもキャビアって名がついてるからいくらではねえな。これはフローレンスからアドバイスをいただいた料理です。黒キャビアと呼ばれるものを軽く火で炙りました。何の音だっけこれ、本当に。思い出せ、顔面を。なんだあれは、なんだ。結構でかくてぼちぼちしてた。それね、タピのものだね。ギュリン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 
空中浮遊してる魚は違うんだよ、あれ。あれ、カロコロコロコロなんだよ。あれ、グルリン、なんだっけ、もう忘れちゃったね。あ、やべえ、レッドベースキックしてる場合じゃねえ。キャビアはチョウザメの卵っていう、そういうやつ。ちょ、行ってみるか。あ、でもちょうど時間が時間なんだな。で、これ半日進めるとしたらまたちょっと中途半端なんですよ。困った。困った、お方だ。はぁ、サボさん。俺が半日待ってるからな。釣り餌用紙、5個あるはず。釣り場ちょっとあるな、説として。立証なるか？説立証なるか？もうここぐらいしか割とない。カエルの卵なんて言うのって、え、知らないんだ。タピオカって言うんだよ。え、知らないんだ。ほらほら、ティーン。ホロホロティーン。これどうしようかな。でもまた来てる迷惑メール、おしまいだ。だある程度待たないといけないな、これ。でもこれ普通に1回寝ちゃうと大変だな。2回寝ちゃう ?1 回寝ちゃって2回寝ちゃうか。どうしよう。タピオカを混ぜするとキャスタバっていうカエルの卵ですね。おやすみ。あの釣りはどういう意味があるのか。キャビアでしょ。ちょうど聞いてみるか。ジリジリ言ってたらそうだし、ジリジリ言ってなかったら違うってことだ。とりあえず行ってみるしかねえ。足で稼げ。営業は足で稼げ。やばい、ちょっと咳が出そう。ミュートしたんだけど、ありがとうわ。じゃあ待つか。じゃあたわいもない話しようぜ。じゃあたわいもない話するゲーム、ゲーム。たわいもない話って何なんだろうな。たわいもないってそもそもどういう意味なんだろう。実際に調べてみました。たわいもないとは？たわいもないの年収は？本名は？身長は？たわいもないのたわいは当て字であり、たわいもない、たわいないのどちらでも読むことができます。一般的には取るに足らないという意味で使用されることが多いですが、大人げない、張り合いがないなどの意味でも使用される言葉ですので、場面に合わせて使用するよう心がけましょう。つまりリスナーはたわいもないってことだな。そういうことか。よくわからんけど、そういうことかな。ああ、すいません。あ、これが、つまり、使用する場所を選びましょうってことか。勉強になる。勉強になるな、やっぱな。何でも困ったら調べるべきだな。勉強になった。いや、そう、俺が一番たわいもないよ。うん。俺が一番たわいもない。ラムネ食うし、今から。ラムネ食うとか、もうやめろ。切断すんのやめろ。ストライクで。俺が嫌えてるとこ日常だから、それ。じゃあラムネ食べるんですけど、うまっ。味する、味する、ラムネ味する。おいしい。食レポ、俺食レ、あ、これで案件取れるか決まってくるね。はい、本日はね、この森がなすも。はい、もらえません。もらえませんでした、すいません。もうもらえんわ。あ、終わった、もう一生こん。あ、終わった。
でも美味しい。はい、行くぜー。あ、でも YouTuber は汚いのでカットしても撮り直せばいいだけだから、まあ、俺はこうやって生配信でもうさらけ出してるから、まあ、それは正直ってことでいいんじゃないですか。むしろわかります。釣りが下手釣り場でパントマイムしてしまう。やばい。あー違うくせー。これだもん。ちょりちょり言ってるけど、いやー違うなーこれ。出た、砂ウツボをゲット。聞いたことない説あるね。俺はまだ知らないのか。俺がまだ知らないことなのか。そんなことある？知らないことを出題してくる。んな、暴動起こるぞ。うん、行ってない場所ある？でも行ってない場所ってないんだよな。なくない？一応行ったことがないことはもうないんだよ。骨の音が似てただけ説はあるな。強い。大王か。あ、ミジンゴ大王。あ、東大元暮らしの可能性ある。地図全部埋まってんだよね一応。いやー、どっかまだマップ見落としあるかな。ちょっとむせるむせる今日。でもむせしひ。あっ、やらかしたー。むせようと思ってたら危険かった。いや、まずはキノコかな。キャビアからキノコってない？どう？まあ行ってみるか。ちょ、キノコに全勢力注いでいくか今日。釣りできる場所があるのか？もうそれとも見てないところがあるのか。あ、キノコをうまい具合に食べれば釣り場がなんかウォーンって出てきて、そこで釣りをする的な。キノコをうまく食えって話か、つまり。でもキノコをうまく食うとは、キノコをうまく食うとはなんだそれは。キノコにうまく食うもクソもねえだろ。あ、舞茸の天ぷらは好き。なんか色がさ、あるじゃん。それをなんか順番に辿っていけば、うんぬんかんぬとかないかな。ポンタ、ソンホ。フローレンスさんにキノコを示して、アドバイスもらうか。あー、ああ、誰か俺の噂してるんだわ。もうキノコのいちゃんって完璧に覚えてるけどね。トットテルリ、トットテルリ釣れねえかな。めっちゃむせる。むせてるから。うん、緑、黄色、赤。
あ、あと金と白。大丈夫、葬式オフ行きたくないよ。そうだな、初めてのオフ入りが葬式オフになるとは。この時は初めてじゃないわ、さすがにそれは、うん、ツヤオフからだから、うん、ツヤオフ葬式オフというと、ここテルリ、え、ない、え、どこだっけ、ここの下にはあったよな確か。白があって、黄色がなんか、そういえばさっき前回の見つからなかったな、どこだっけ。サブスクはもう身内だからね、ツヤって身内しか読めないの。見せびらかすか、お、食えよ。そうそう、それを研究しとるんじゃ。カクンテ人たちはそれをバーマと言いよるわい。カクンテ人がヤーマイに倒れるとバーマを食うってやつも。もろんバーマとはキノコのことじゃが、夢の浮き場という意味もあるんじゃ。なぜ夢の浮き場はカクンテ人を癒すのかは謎じゃ。同じかな、バーマ。へえ、バーマはキノコ。夢の浮き輪、夢の浮き輪、夢レベル13、夢の浮き輪。カクンテ友達いいの、お前カクンテ。なった。それを踏まえて見ていきましょう。トットテルリ動かなくなった、とても悲しいこと。どういう意味だ。カクンテバーマソラポンタデカクンテ、もうなんだじゃない、なんだじゃない。カクンテスートラバーマトラソンホクルンテバーマトナカンタ、スートラクルンテ、なんたらキノコは赤、なんたらキノコは黒って言いたいわけ。なんたらキノコ黒、なんたらキノコは、いや、トナワじゃイズ SVC だよな、これ。そういう感じじゃないの。うん、なんたらキノコ、ドマンサー、トットテルリーポイポイチャクンテ褒めバーマ、ドマンサードマンサーポイポイチャクンテ、ドマンサートットテルリーポイボイポイポイチャクンテ褒めバーマ、スートラコクンテクルンテルリンパパランカテロ、あ、スートラコクンテクルンテルリンパパランカ、ん、スートラコクンテクルンテルリンパパランカ、え、今まで見たことあるぞこれ。スートラコクンテクルンテルリンパパランカテロテロ、初耳だテロ。スートラコクンテクルンテ、この色ある、ある。トットテルリコクンテバーマ、コクンテはポンタ、コクンテはポンタ、コクンテキノコは、コクンテキノコイズポンタ。コクンテキノコイズポンタなんだよ。で、金なんだわ。で、クルンテキノコイズ、あ、違う、ルリンパか。ルリンパ。ルリンパキノコイズ、モンタ、緑。で、パランカーキノコイズタンパ、え、これイズか分からんけど白なんだよ、つまり
テロは、まあ、異常的な意味と信じよう。え、ってことはスートラ、クルンテを聞けば、順番わかんじゃね？どう？ドバンスト、トトレル、ポイポイチャクンテ、ホメバーマ、スートラ、コクンテ、クルンテ、ルリンパ、パランガ、テロ。トットテルリを、まあ、蘇らせるには、みたいな、もう、自己都合解釈。デカクンテ、あ、違う。え、ちょっと待って。ソンホとカンタの人が、これか？スートラ、バーマ、トナ、ソンホ、クルンテ、スートラが、ソンホだから黒。スートラ、キノコ、イズ、ソンホ。ソンホ、つまり黒。クルン的の5、イズ、カンタ。つまり赤。黒、金、赤、緑、白で食ってみるか。いやー、合ってるかなーって。食うだけでいいのかな。そこもわかんないけど、とりあえず食うしかない、俺は。あー、いきなり危ない。間違えたかった。え、黒。スートラ、コクンテ？スートラ。で、次、コクンテは金。コクンテキノコはポンター、コクンテバーマートナポンター、クルンテバーマートナカンター、ルリンパバーマートナモンター、頼む！パランカバーマトナタンパで終わってくれ！ダシです！頼む！美味しいか？うまいか？うまいと言え！うまいと言った！次元超越！来たー！トットテルリー！きたー！かくんて、かくんて！トットテルリー、ポイポイチャクンテ、トットテルリー、お前一緒に復活を儀式するか？かくんて？でかくんて。え？で、かくんてとでかく、でかくんて、でって何？ディスとか、そういう意味が込められてんのか？かくんてでしょ、これは。ポイポイチャクンテ、トットテールリ、テールリ、テールリ、バーマ、ストートラ、コクンテ、クルンテ、ルリンパ。アドリブうめえ、こいつ。すげえ。掴んでやがる。否定のデーだったのか、そういうね。デカクンテってのは、でかいカクンテじゃなくて、カクンテが友達だから、友達じゃないやつっていうのが来たって意味だったんだな。で、勝手になんか、デカクンテっていうのがなんか、自分たちにいたでかいやつのことデカクンテって言ってんのかと。何？トットテルリまだダメ。心バラバラ散ってしまった。お前、あ、これトットテルリの心なのか。お前カクンテ。お前集める。カクンテ。かくんて。お前いいやつ。あれ、そうか。あれ、トットテルリだったんだ。トットテルリの心だったんだね。へぇー。デフレーションので、インクリース、ディクリースので。で、どうやって捕まえればいいんだろう。はちみつさん100ビッツありがとうございます。言っていいのかな？スートラバーマトラソンホ。コクンテバーマトナポンタ。カクンテ。ガシャンガシャン音のデカクンテ。来た。指からかみれた。最近トットテルリ動かないから。デカクンテね。デカクンテ。デカクンテ。勉強になるなー。今後の人生で絶対に使わない言語を学べた。ありがてー。
ありがてえ。じゃあミノモンタってカクンテ的にはミノ緑なんだな。へー、ポンタカードとかも金のカードだから文字通り金を扱うカードって意味になるんだな。そういうことか。あ、じゃあつまりポンタカードってカクンテコなんだな。じゃあそういうことか。やっと加点がいったわ。なるほどね。テカクンテじゃないわ、なんだっけ。ちょ、召され気味、召され気味、どうなってる？俺はどうしたらいい？あなたを。召され気味なんだけど、この人。え？捕まえれない。ゲットしちゃったこと？あ、集めんのか？いや、わからん。あ、触れればいいんだ。成仏しろ！触ればいいんだ。とっとてルーリ。え？まだいる？とっとてルーリ。とっとてルーリ。かくんて。スートラバーマートラップ、ソンホ。どこいたっけ？こっちもいたか。ごくんてバーマートナポンタ。おい！ガキ！オッケー。で、下の方にも一匹。トットテールリ。いいじゃねえか。あ、こっちはねえな。あー、いいね。ついに、トットテールリ、復活の時がやってきた。日も明けるぜ。え？これどうだ？日変わっていいんだっけ？朝っているっけ？朝にもいるっけ？あいつらって。まあ、いるか。白昼堂々幽霊いるからな、ここ。ゲット。終わり？終わりこれ。トットテールリー。角剣。角剣って、五感がいいから取りたいな。まだいる？呼ばれてる気がする。え、いる？いる？これ。トットテルリー終わったらもうクリアでしょ。いる？まだ。ちょっとまだ捕まえた音楽？音楽ではないけど。いるか。トットテルリー。トットテルリー。タラコ！なんでこんな姿に。ブチブチにされて。隠れてるり。隠れてるり？隠れてるり？隠れてるり。影にいね。インギャテールリーね。いや、ラブめっちゃもらえそう。数千ラブもらえてもいいと思う。こんな難しい。無理難題。いるんかな、まだ。ドットテールリー。割と練り歩いた感ある。どう？満足？求める？まだ。もうカラカラ言ってんのはいるってことなのかな？空を飛ぶ使いてー。あ、こっち見てない気がする。気がするだけシリーズ。え、捕まえたくせー。どう？捕まえてね。捕まえたわ、全部。引きで見たいな。視線引けねえかな。か全部捕まえてるわ、これ多分。行くか。まあ。まあ、もしなんか足りなくても、まあ、ちょっとなんか抜けがある方が相手はっていいから。うん。いいと思う、これで。新しくなったトットテルリをね。捉えてるりって、もう捉えてるり。え、儀式するって何？え、なんかやんの？え、キノコ食べんの？え、もう復活したんじゃね？捕まえたし。キャッキー！捕
それだけでも終わりだよ多分な。多分片耳とかないけど、うん、膵臓とかないけど、あ、もう一回儀式はあるかもな。まあ、キノコもう一回集めるか。黒赤、黒金赤緑白。生きてるり？死んでるり？死んでるり？え？デルリってもう違う何かになってる。え、生きてるりじゃないんか？ダメだった？え、死んでるり？向こうで儀式しないといけないのか。もう一回ここで儀式してみるか。これキノコ集めるのが大変なんだよな、またまあまた大変なんすわ、キノコ集めるのが。これまたトロピカルでキノコ食うはあるかもしれん。じゃあちょっとトロピカルキノコやるか。生でこんなキノコ食いたくねえよな、怖い。あるり、あるり、あるり。何がない？プラチナキノコがない。どこだっけ、シロ。奥の方だった気がすんな。こことかどうすか？取ったかも。こことかどうすか。ちょマジわからん。ここ取ったき、取ったな、うん、向こうだな。ここじゃね、ここテルリじゃね、ここテルリ。あ、違うテルリ。もう取り合える、取り合えるじゃね。やべえ、かくんかくん手になってきたかもしれん。とりあえずテルリつけときゃいいみたいな風潮ある。え、なくね？あれ？なかったっけ？え、なかったっけ？なかったことはないんだけど。なかったことはないんだけど、どこだっけ？なかったことはないんだけど。白なんてあった？俺たちも次元の狭間に行ってしまってたのか？まあ、これで、ここ？え、違うよな。ここは黒でしょ？え？ない。ないよ。隠した誰か。あ！見てなかったここ。なんでこった。一回食うか。一回ちょっとここでもう一回食ってみて、ちょ進捗聞こうぜ。黒。金。全員捕まえたと思うけどな、割と。もしくは、他の場所にもチリチリになってるか。チリチリで、いつも生きていたいから。ああ。はい、美味しい。ガッチャ！行くぜ！次元超越！不可！え？力まで失ったんだけど。あー、じゃあやっぱジャングル大抵するしかないか。ジャングルでキノコトリップしよう。そっちだな。1トリップ。1箇所1トリップかもしれん。その説ある。
はい、いただきまーす。セカンドキノコ。もうキノコの場所完全に覚えちまったよ。みんなも覚えたか？まあ、これで忘れてたらもう笑いもの。またキノコ集めですよ。本当にこのゲーム。ずっとキノコ集めるゲームだよ。ムーンのレビューに書いたろうかな。アマゾンレビューに書いてるわ。キノコを集めるゲームです。星5。はい、ここは。まあ、とりあえずここ。え？黄色なくね？黄色なくね？黄色なくね？黄色なんかどっかね、途中にあるわ。そうだわ。黄色途中にあんだわ。もうこの辺とかだろ。いや、この辺じゃないね。もうちょっと上に。ん？俺は今幻覚を見ている？幻覚にやられてるり？お前か？お前だな。ここだろ。あったわ。よし。幻覚見に行くぜ！まあ、このキノコは結構ダウナー系なんで、気をつけてください。マジカルキノコ。マジカルキノコ！マジカルバーナだっけ？ミラクルバーナだっけ？なんかあるよね。連想ゲーム的な。やったことない。マジカル？マジカルで合ってるり？マジカルバナナ？マジカルバナナ？バナナと言ったら？腐る？腐ると言ったら？少年？じゃあ行きます。儀式開始。黒、金、赤、緑、白。無反応だけど合ってるこれ。大無反応だけど。シンプルにうめえ。え、これ違うのか。あ、違う気がしてきたぞ。時よ。え、ダメだ。これ探さなきゃいけねえんだ。じゃあ、まだ。まだどっかにいるんだわ。トットテルリの部下が。困った。キノコの森じゃない、トリップできない。え、まだ隠れてるりじゃん。困った。この広大なジャングル。一匹のテルリを探し出すのは、相当骨が折れるぜ。インキャポジいるかな。でもカラカラ言ってたっちゃ言ってたよね。あれなのかな。でもなんかようわからんとこからカラカラ聞こえてくるから、本当にいるのかがわからなかった。朝夜、え、トリップするのに場所選ぶ？みんなどっちトリップするなら朝夜。こっちはいないよね。夜か、やっぱ。いやー、どうする。
1匹2匹まだ残ってそう。割となんか全員ね召したよね。あ、ゆっくり向かってたからまあ届いてない説はある。キャッチした後ゆっくり行ったもんね。まだ届いてないかもしれん。アマゾンじゃないからな。アマゾンほど有能じゃないかな。いねえなあ。他の場所いたっけ。わからなるり。あ、どっかに集まってる。お前か、お前か、お前その魚だな。これだろ。だるき、トットテルリちぎって服にしたな、お前。寝袋にしたな。声しないよね。怖えな。全部捕まえた説あるな。何か違う。何かまだやらねばならぬことが残ってるというのであろうか。それがしがやらねばならぬことが。魚はここでしか見てないと思うんだよね。もうここの、なんだろう、その、ランドマークみたいなもんだったから。ね、他のところにいられても困るしね。ちょ、エコクラブ、しばくか。エコクラブ名乗ってるやつはちょっと、分からせて、なんか知ってるかもしれん、あいつらが。何がエコクラブだ。一匹ぐらいなんか取って食うとるかもしれんからな。ほんとろくでもねえやつらが。音はもうしないな。まったく。いや、トットテルリー。トットテルリーを。トットテルリーはもう何枠前から復活願っていたかも。ねえ。もうついに悲願達成だよ。わあ。イカレテルリーがいるよ、上に。トットテルリー捕まえたら釣り場になる説ある。どう？愚痴推理。可能性低いな。20% といったところか。いやー、またガンダム。フェミ。なさそうだな。なんもないな。ほんとにフェミって名前ひどすぎんだろ。フェミって名前が100歩譲っていいとしてキャラがひどすぎる。はぁ、もう妙に気を使うぜ。あいつとの触れ合いは妙に気を使うぜ。あー、足がかゆい。これ不眠症の方も救ってねえしな。困った。炎上しちゃうからね、下手すると。イカれてるり、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 イカれてるり。まあ、とりあえずテルリの方に、いや、テルリの方行くか。テルリの方行くか。と言っても、まあ今日はこの辺りで終わるんですけどね。そろそろ。その歌好きなのに。俺も好きだから。な？いや、好きだからこそのテルリよ。好きだからテルリ。
入ってるな、午後の。ちょ、午後の礼拝しばくか。これ大事だな。あ、でも、テルリー、テルリー関連で午後の礼拝がなんか、何かなってる可能性は説あり。行くか。間に合うか。バーン、すまん。消え散らせ、すまん。親友だからな。ガチだからな。あ、トットテルリの前で食べる。なるほどね。トットテルリの前で食べないとダメってことがキノコ。それはあるかもしれない。それも試すか。午後の礼拝行きましたよ。来てるり。こちら宇宙ラブヒントサービスさんじゃない、ダメか。もう再生投げとこう。あ、発見。大臣の難しい本なくなったら困るだろう。ベランダで悩んでる。大臣がベランダで悩んでるって。大臣本なくなったら困るだろう。ベランダで悩んでる。ベランダで悩んでる。いやいや、ガセとトリが話してる。まだ話してんのあいつら。とりあえずテルリっていうのをやめよう。いや、新しい予言だね、大臣のくだりは。ダイジングフィスト。とりあえずキノコ集めますか。あ、本のことを石板って言ってんのかな。別に逆、石板のこと本って言ってんのかな。その説はある。どんな説もあるな、このゲームな。いろんな意見が受け入れられて叱るべき。最後にトットテレビの前で食うか。赤緑。それでダメだったら今日は一旦終了で、ダメじゃなかったら後半へ続く。あー、もう完璧に覚えちまった。もう最短コースまでもうね覚えちまったんだわ。まあ、とりあえず、トットテレビ場所開けてもらって、どうにかしてほしいよね。さあ、食べますか。トットテレビ。食らうがいい。さて、まずは、黒。はっ。あー、気持ちよくなってきた。次は赤じゃない、金。うめえ。次に赤。あうめえ。次に緑。あーうめえ。最後白。決めてやる。てるったてるった。飛べー。あー、こんなにズタボロになっちゃって。ニョキ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 。こんばんは。かくんて、かくんて、かくんて、高すぎ。かくんて、声高すぎ。ぽいぽい着んてとっとてる。お前一緒に復活を儀式するか。かくんて行くぜ。かくんてかくんてぽいぽい着んてとっとてるりとてるりてるりバーマストートラこくんてくるんてこくんてくるんてルリンパ。え、なんかすごいことになった。前回よりすごいぞ。なんかお魂たちよ集合。これでいい。トットテルリ心みんな集まった。うんちゃらけっちゃうーやーさあ。ぶちかわせ。シュイーン。
魚ー、水を得た魚ー、おー、追いかける、生まれ変わったぞ。空格、うおでけえの来た。これも一つの愛の形。ありがとう、カクンテ。ありがとう、トットテルリ。どうなっただろう、ちょっと見に行くか。自分が何をしてしまったのかということを、この目で焼き付けておかなければ。やっちまいましたね。カクンテ、カクンテ。あ、でもこれ釣れたりはしないのか？釣りポジにはなんない。まあ、とりあえずトットトレリは釣れたりはしないのか、何も。なるほど。あ、カクンって話すか。お前、いいことした思う。だからカクンっての秘密の場所を教えてやる。ありがたく思え。こっち来い。早っ。一発目で当たり引いたわ。うんちゃらけっちゃら。あ、釣り場出るんじゃね？くかー！いやー、釣り場は出ないけど、なんか。ということでね。この先が気になると思いますが、今日は寝に帰ります。ということで、次回。カクンテの謎に迫る。デュエルスタンバイ。気になる引き。いくつも分かってきたな。配信というものを分かってきた。カクン、まあ、カクンテのとこに入れてるから大丈夫かな。カクンテの秘密の場所。なるほどね。いやー、なんかすげえすんだな。あー、もう、ノーヒントから毎回、まあ、ノーヒントじゃないけど、配信始める前、いや、今日、進むのかなーっていう、俺、今日進めれるのかなーって、俺、毎回思いながら始めたんだけど、実は。なんかね、うまい具合にいくよね。ヒントの出し方がうまいんだろうな。ディスケイ、それもラブ、これもラブ、そして動物たちの魂からです。トットテルリ、もうトットテルリの6文字が刻まれてんの幸せだな。おめでとう。無敵のラブがまた一つ捕まりました。これで無敵はラブレベル26、愛の真打ち。次のレベルはあとのラブが必要です。まだまだ世界にラブが散らばっています。これからもたくさんラブを集めてくださいね。愛の真打ち。あー、よく寝た。いいことしたから快眠ですわ。ということでね、本日はこの辺りで終わります。さあ、まあ、明日も特に何もなければ、ムーンやります。メイさん300ビッツ、ありがとうございます。ということで、終わります。お疲れ様でした。バイバイ。レイド飛ばしますか、ラッターに。はい、じゃあ、終わります。バイバイ。